はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、賃借権の譲渡と転貸、民法612条と613条について解説いたします。まず賃借権の譲渡と転貸の違いについて解説いたします。これ意外と知らない方多いんですね。なのでまず解説すると、まず賃借権の譲渡というのは、まず A と B が賃貸借契約を結びました。そうすると B さんは借りる権利、つまり賃借権を持ちます。で、この賃借権を C さんに譲り渡す。そうすると C さんが賃借権を持ちますよね。で、こうすることによって AB 間の賃貸借の関係っていうのはこれなくなるんですよ。で、AC 間の賃貸借契約になるという話なんですね。つまり賃借権の譲渡の場合、B さんは賃貸借契約から離脱します。つまりこの人いなくなって AC 間の賃貸借契約になるんだっていう話なんですね。で、一方で転貸っていうのは、まあ、また貸しといったイメージで AB 間で賃貸借契約をしました。で、 B さんがさらに C さんにまた貸しをする、これ転貸をするっていう言い方をするんですけども、転貸借契約を結びます。このように ABC 全員が関わってくるんです。 B さんはこの賃貸借契約、転貸借契約から離脱はしないんですね。つまり転貸の場合は3社の関係になって、賃借権の譲渡は2社の関係になるというふうな違いがあるということです。そして賃借権の譲渡についても転貸についても、賃貸人 A さんの承諾を得た上で行ってくださいっていうルールなんです。賃貸人 A さんに無断で賃借権を譲渡したり転貸をした場合は、賃貸人 A さんは解除できますよっていうふうに条文で規定されているんですね。ただこれどんな場合でも解除できるかというと、そうではないんですね。判例によると、信頼関係が壊れたと認められる場合に A さんは解除できるんです。つまり AB 間の賃貸借契約っていうのは AB 間の信頼関係のもと成り立っているわけです。この信頼関係が壊れたというような場合、壊れたと認められるような場合っていうのは、A さんは契約を解除することができますよっていう話なんですね。で、判例では、背信的行為と認められる事情がある場合は解除できるよ。A さんは賃貸借契約を解除することができるんだという話です。で、続いて、ここからは転貸、こっちの話に入ってきます。つまり3社が関係する場合の話ですね。まず一つ目、転借人 C さんは賃借人 B さんの債務の範囲を限度として賃貸人 A に直接債務を履行する義務を負いますよ、賃料を支払う義務を負いますよっていうふうなルールになってるんですね。つまり A さんから C さんに対して賃料の支払い請求されたら、 C さんは A さんに対して賃料を払わないといけないっていう話なんです。これは法律上ですよ。実際に A さんから直接 C さんにいきなり請求来るってことはないと思います。例えば AB 間の賃貸借契約で賃料は10万円だったと。で、BC 間の転貸借契約で転借料が12万円だった場合、B さんは A さんに10万円払う。C さんは B さんに12万円払う。っていった流れじゃないですか。直接 C さんが A さんにお金払うってことはないと思うんですよ。ただ、なんでこういうルールがあるかっていうと、この賃借人が払わない場合もやっぱあるわけですよね。そういった場合、賃貸人 A さんを保護するために今の話が出てくるんです。じゃあ、転借人 C さんはいくら A さんに払わないといけないのかっていうと、これは賃借人 B の債務の範囲が限度なので、最大10万円なんですね。最大10万円。つまりこの場合 C さんは A さんに対して10万円払えばいいよっていう話です。で、もしこれ賃料逆だったと、つまり転借料が10万円、賃借料が12万円だったとしたら、この場合マックス12万円なんですよね。賃借人 B の債務の範囲が限度だからマックス12万円なんだけれども、12万円は払わなくてよくて、10万円、これを払えば OK です。なので、少ない方を払えばいいっていう話なんですね。で、続いて、転借人 C さんは、B さんに前払いをしていた
つまり転借料を前払いしていた、例えば12万円だったとかでしましょうか。12万円をもう事前に払っていたとしても A さんに対抗できません。つまり12万円も払っちゃってますよと、もう前の月の分は実際 B さんに払ってますよって言ったとしても、 A さんから請求受けたらそれ支払わないといけない。つまりこの事例で言ったら10万円を A さんに払わないといけませんよっていう話です。そうすると C さんは B さんに対して12万円払って、 C さんは A さんに対して10万円払って、結局 C さんは22万円払ってるんですよね。これどうなるのかというと、この場合は C さんは B さんに対して10万円を返還してもらう権利があります。もともと C さんは12万円だけ B さんに負担すればいいわけですよね。にもかかわらず、この10万円も払ってあげてるわけだから、この10万円は返してっていう風に返還請求ができますよっていう話です。で、続いて AB 間で合意解除があった場合、つまり賃貸借契約の期間がありますよね。賃貸借契約期間中にもう契約終了させましょうっていう風に合意して解除した場合、この場合どうなるかというと、A は C に対抗することはできません。つまり A さんが C さんに対してもう AB 間でもう賃貸借契約はもう終了させてしまったので C さん出て行ってくださいって言ったとしても、 C さんに対抗できないわけだから C さんが勝つんですよ。つまり C さんは転貸借期間中は住めるっていう話なんですね。で、続いてB さんの債務不履行によって AB 間の賃貸借契約が終了しちゃったといった場合です。つまり B さんがこの10万円払わなかったと。これ債務不履行ですよね。それによって AB 間の賃貸借契約が終了した場合は、A は C に対して対抗できます。つまり A さんは C さんに対して出て行ってっていうふうに、まあ、返還請求をすることができるわけですね。建物を返してというふうに返還請求ができます。で、この場合返還請求をした時にここの転貸借契約は終了します。ちなみに A から C への催告っていうのは不要なんですね。つまり B さん賃料払っていないから C さん代わりに払ってくださいよっていう風に催告する必要はありませんので、この点も頭に入れておきましょう。まあ、今回話した内容すごく重要ですし、試験でもよく問われる部分なんで、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。